農学部前駅は、香川県木田郡三木町大和沢池戸にある、高松琴平電気鉄道調尾線の駅である。駅番号は N、N11。単式ホーム1一面1一線を有する地上駅。駅舎はなく、駅入口は、池戸方踏切に面して、入り口と、駅中央から、開き方への2カ所ある。1日の平均乗行人員は、以下の通りである。 香川大学三木町農学部キャンパスの最寄り駅であるが、隣の池戸駅から農学部の東門まで数百メートルほどしか離れていないため、高松方面からの通学者の中には池戸駅で下車し、車道を歩く者も多い。1912年に当時の高松電気軌道によって、同車運営路線の田中道駅として開業した駅である。開業当時の駅名は、 当駅の西口に接続された現在も南北に通っている町道である田中道にちなみ、この道路の名前そのものは、本道が当時の田中村に至る地域の主要町道であったために称されたものである。なお現在では、その役割は香川県道42号込みの前田島線に変わられている。また駅名が変わった現在でも、本駅西側にある踏切は、 田中道踏切と称しており、王子の駅名を現在に残している踏切となっている。ちなみに当駅から王子の田中村の中心部までは南下して、吉田川堤防上の道を行く徒歩約40分程度の道のりである。現在の駅名である農学部前駅及び、その直前の駅名である農大前駅の通称は、本駅開業当時より存在していた。 香川県立農科大学にちなむ。1950年の香川県立農科大学の成立及び1958年の同大学の香川大学農学部への移管によって、これらの駅名へと解消されて、現在に至るものである。ありがとうございます。